はい、2月の24日になりました。あ、もう2月もおしまいですね。今週はですね、国公立大学の二次試験があるんですよ。なので非常に心配していたんですが、なんとか今のところ中止って話はないですよね。大丈夫そうですね。よかったですね。私もですね、3月の予定をほぼほぼキャンセルしました。はい。ミーティングとかインタビューとかあったんですけどね。はい。それを全部キャンセルしまして、で、スカイプだったら対応しますということにいたしました。春季講習はどうなるかな、まだわかんないですね。今後の状況によっては、もしかしたらできなくなるかもしれません。はい。だからあとはそうですね、卒業式とかですね、入学式ができなくなるかもしれませんね。まあ、身を守ることが一番ですから、それは仕方がないです。はい。で、まあ、この一連のこの不手際はですね、これは安倍政権の施策ですから、まあ、政権自体の存続にも関わってきますよ、これは当然。まあ、安倍さんはですね、外交安保については信頼できる人ですので、まあ、首相を辞めてもですね、次の内閣で外務大臣として残ればいいんじゃないですか。まあ、責任を取らないとね。はい。さて、このようにですね、この感染症がですね、政権崩壊につながった例っていうのが、実はこれなんですね。8世紀、奈良時代ですよ。この読み方は、天平ね、天平っていう年号ね。大仏作った聖武天皇ですよ。あの時の年号です。天平の疫病と言いますね。はい。蘇我氏が、ね、前回出てきた蘇我氏が、横暴極めて、滅びましたと。これが645年ですね。645年の一種の変、大化の改新の始まりですね。で、宮中でですね、宮中で、蘇我のイルカをですね、切り越した。まさにテロですけどね。切り殺したのが中野大江の内、後の天智天皇と、それから中富の鎌足っていう人でしたね。中富氏っていうのはもともとその物の部とくっついていた、その古い神道を守ろうというグループですね。で、その中富の鎌足が蘇我氏を滅ぼした功績により、藤原っていうね、新しい姓をいただいて、で、これが藤原氏の始まりになります。はい。で、次の天武天皇の時に、天武天皇、持統天皇、これはまあ、ご夫婦なんですけども、の時に、鎌足の息子のですね、藤原の不人っていう人が、不人っていう人がですね、権力を握るんですよ。で、律令制度の導入なんかをやったのがこの人ですね。で、その、不人さんが、自分の、娘をですね、娘を天皇家に嫁がせるってことをやるんですよ、どん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 。はい。まあ、昔、蘇我氏がやったことと同じことをやったんですね。はい。で、その、娘さんの一人が、藤原の光明氏っていう方で、で、聖武天皇の、お妃にするんですよ。だから自分はその、皇后のお父さん、まあ、外戚っていうことで権力を握ったわけですね。この不人さんがね。で、その不人さんに息子さんが4人いてですね。これが藤原四兄弟と言います。これ日本史事件の人はこれを覚えるんですけども、ムチマロ、フササキ、ウマカイ、マロって言うんですよ。ね。この4人。で、この4人がどん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 出世していって、まあ政府高官を、独占すると。で、皇后はその姉妹の藤原の光明氏が皇后っていうことで、まさに、栄華を極める藤原氏っていうことですね。で、これに対して、それやばくないって思ったのが、まあ皇族の方ですよ。ね。で、この人。長屋王。長屋王ですね。で、長屋王って人は、まあ聖武天皇から見ると、お父さんのいとこ。お父さんのいとこですね。ということは当然、
皇族で、天武天皇の血を引いてるっていうことは、この方もですね、実は皇位継承権持ってるんですよ。そう。そうするとですね、聖武天皇に、ね、聖武天皇とその藤原弘明氏の間に、男子が生まれれば、それが次期天皇になって、この藤原政権は安泰と。もし生まれなかったり、早死にしちゃったりしたら、ね、長屋王が天皇になってしまう。そうすると藤原氏は没落するっていう、そういうこの瀬戸際にいたんですよね。うん。それで、生まれたんですよ。男子が。うん。で、これがね、元井王っていう王子で、もう、お父さん、聖武天皇喜んじゃってね、あとお母さんの小宮氏がね、うん。で、もう、生まれてすぐに、もう皇太子に指名するんですよ。つまり、長屋王には継がせないっていうことを、聖武天皇は、意思を示したんですね。ところが、この元井王っていう赤ちゃん、ベイビーがですね、生後1歳に満たないうちに死んでしまったんですよ。それで、まあ、聖武天皇、光明氏、藤原四兄弟大ショック。そして、噂が流れて、この長屋王が呪い殺したんだって言うんですよ。呪詛したんだって。で、そういう訴えがなされ、それをこの四兄弟が取り上げ、それで長屋王の邸宅を軍隊で囲んじゃってですね、それで結局自害を強要してたんですよ。で、しかもですね、長屋王とそのご婦人と、あと男子4人ですね、全員自害と。これ皇族ですよ。しかも皇位継承権持ってるんですよ。という事件があったんです。これをですね、長屋王の変と言います。はい。で、これが729年で、で、その頃ですね、大陸で起こっていたことを説明します。はい。新羅の朝鮮半島統一です。で、前回のね、動画では、北に高句麗があって、で、こっちに西に百済があって、で、三国が争っていてっていう話、で、百済が日本と手を組んでいたっていう話ですね。はい。その百済をですね、新羅が滅ぼしちゃうんですよ。で、それはどうやったかですと、唐と道明ね。うん。唐新羅連合軍を作って、で、百済を攻め滅ぼしちゃったと。はい。で、その滅ぼされた百済人の王族貴族が逃げてきて、こっちに。うん。で、援軍を求めるって言って、で、さっきの中野江の王子が出兵しちゃったんですね。そして、唐と戦って大敗しちゃったのが、白村江の戦い、白月の江の戦い、663年。うん。で、一旦唐と日本は国交が断絶しますと。ところがその後ですね、調子に乗った新羅ですね、また唐と連合してこの高句麗を滅ぼしちゃったんですよ。はい。で、高句麗を滅ぼしちゃったのはいいんですけども、高句麗を滅ぼした結果、高句麗っていうそのクッションがなくなっちゃった結果、唐と新羅が直接国境接するようになった。うん。それで揉めるんですね。これはもう、地政学の鉄則ね、国境接する国は絶対敵になるっていうですね。はい。それで、大国等と戦って勝ち目がないと思ったって、新羅が落としたからですと、今度は日本にすり寄ってきてですね、で、盛んにその日本の天皇家に朝貢するんですよ。うん。だから、天武天皇の時代からですね、奈良時代にかけて、新羅王は日本に朝貢してます。はい。で、日本は日本でですね、これを見極めて、で、唐との国交を回復します。これが遣唐使の復活ってやつで、ただし日本は朝貢しません。はい。で、和王というね、今までの名前はもう使わなくなっちゃって、で、天皇っていう名前を使って、あえてね。はい。で、唐の皇帝には朝貢しませんということをやってきたということですね。はい。ところが、この天平の時代にですね、何が起こったかというと、高句麗側とですね、蘇っちゃったんですよ。うん。ただし国名が変わってですね、こうですね。渤海。
牧会ですね。で、牧会が唐から独立をしちゃうわけですね。そう。そうするとですね、まあ、牧会っていうのは元々の高句麗人ですから、高句麗を滅ぼした新羅は敵ですからね。そうすると、新羅から見るとね、牧会と唐と両方敵にするのは不利ですよね。そこで、新羅はですね、ひよったんですよ。はい。また唐にくっつくと。まあ、この辺は、この、半島国家のもう、なんか得意技ですね。この、願いって生き残る。はい。で、新羅王はですね、唐に調校しますと。うん。そうするとね、二つの主君に調校できませんから、二王に対する調校をやめるって言うんですよ。これ切りますと。そう。これで揉めるんですね。で、この間ですね、この間、日本は、遣唐使を送ってますね。で、その遣唐使、第9回の遣唐使っていうのは帰ってくると。この新羅から日本に、使いが来るんですよ。ね。で、もう、日本に調合してねえからって言い出したんで、なんだお前はっていうことでぶち切れて日本側が、それで、急にこの対新羅関係が悪化していく、この天平年間に、そう。それで、そんな最中にですね、西暦735年、はい、天平7年に、太宰府で、これが始まりました。はい。これね、遠藤僧。遠藤僧。僧っていうのは、ほら、皮膚のね、異変でしょ？うん。だから、遠藤豆のような形の、斑点が現れたって言うんですよ。これはもう間違いないですよ。天然痘ですよ。ね。が、太宰府から全国にブワーッと広がりましたと。いうことね。で、これ太宰府っていうのは、この北九州のね、大陸との入り口ですから、まあ今の博多ですね。だからまあこれは、その大陸から入ってきたと考えるのが一番合理的。でもそれがですね、新羅から入ってきたのか、唐から入ってきたのか、そこはね、ちょっとね、確認が取れないんですね。っていうのはこの頃、はい、頻繁に来てるから、わかんないですよ。うん。じゃあ、この時代にですね、唐や新羅で天然痘が流行ってるような記録があるかっていうことで、僕調べてみたんですよ。でもね、なかったですね。なかった。だから考えられることっていうのは、もうね、大陸ではもう天然痘は散々こう、流行を繰り返していて、もうなんか落ち着いちゃってですね、もう、フード病になっちゃってたんじゃないかな。うん。で、日本列島はあんまり接触が、ないから、それが入ってくるとバーッと広まっちゃうんじゃないかということをですね、この、マクニールさんも書いてますね。この、疫病と世界史のね、上巻の225ページにこう書いてあります。日本の地理的位置は、当然この列島を海の向こうの大陸にはびこる病気との接触から隔離するものであった。しかしながらこれは一概に幸運とばかりは言い切れない。島国で孤立しているという状況は、比較的緻密な人口の形成を許すが、それはまた、もし何らかの未知の感染症が間を隔てる海を飛び越え、日本列島に侵入した場合には、悪疫による悪い病気ね、による異常な災厄をもたらすことになるのだ。うん。ということですね。はですね、例の仏教伝来の時にも入ってますよね。じゃあ、それは残ってなかったのか、残ってなかったんでしょうね。うん、つまり、免疫できちゃうから。大体、ヨーロッパなんかの記録でもですね、数十年おきにこう繰り返されるっていうのは、その、免疫のある世代が生きてるうちは、起こらないんですよ、流行が。そう。白村江以来ですね、以降、遣唐使が止まっていたっていう、30年間はですね、まあ、ほとんどその大陸とは接触なかったんで、この間は、まあ、ウイルスが入ってこなかったんでしょうね、おそらくは。はい。それがまた、入っちゃいましたということですね。そしてですね、
2年後のですね、737年、天平9年にですね、また起こるんですよ。傘のある疫病っていう表現になってます。2年前は遠藤僧なんですが、この2年後は、ただ、遠藤が抜けてですね、傘のあるということは、これもし両方とも天然痘だったらですね、間が短すぎるので、免疫が働くはずなんですよね。それが働かなかったってことは、これ天然痘じゃないんじゃないかと考えられ、で、実はですね、天然痘とはしかですね、がよく似てるんですね。高熱と、こう、ブツブツができるってことで、だから、まとめてこの傘っていう字を使っているんですよ。ただし、エンドマンみたいなでっかい斑点はできないですよ。はしかっていうのはね。うん。なので、これははしかじゃないかと推測されます。僕らなんかはしかっていうとなんか子供の病気と思ってますけども、あれはですね、免疫のない人がかかったら死ぬんですよ。怖いんですよ、これ。はい。そして、この、もう繰り返し疫病が起こっている太宰府に向かったのがですね、この737年の県新羅市、つまり日本から、新羅にですね、向かった使節団です。そう。ね。つまり、調校しろと、今まで通りということを言いに行ったんですよね。はい。で、これが、奈良を発して、瀬戸内を通って、太宰府に入って、で、そこから、壱岐・対馬を渡って、新羅に行きますね。もうね、対馬で発病してます。で、対馬でね、この県新羅大使が亡くなってます。はい。で、新羅に行って、だってことは、新羅にもこれ広まってるはずですけども、新羅にその記録ないってことは、新羅人は、あったんでしょうね、免疫がね。そのまま戻ってきて、途中バタバタ死にながら戻ってきてですね、何人かはもう太宰府で動けなくなっちゃって、帰りね。うん。で、動ける人は、そのままですね、瀬戸内を通って、奈良の都に戻ってきたんですよ。あっちゃーとかですね。で、そっから都にブワーっと広がって、光明皇后が山に倒れますね。それから、トネリ親王っていう日本書紀をまとめた人ですね。あの人も亡くなりますね、これで。それからですね、この四兄弟ですよ。藤原四兄弟がバタバタ倒れます。で、当時のですね、大上官って言って、まあ今で言ったら内閣ですね。で、内閣のメンバー、9人のうちですね、5人がこれで死んだんですよ。この疫病で。今の、例えばさ、安倍政権の閣僚の大多数が、今回のあれにかかっちゃって倒れちゃったみたいな話じゃないですか。これパニックですよね。これ、政務停止って言っても、すべてのですね、中央政府の仕事を、やめると。もう、役人たちは出勤するなってことですよ。日本政府、機能停止しました。で、推定ですが、この時、全国で、日本の全国で、100万人、これ当時の日本人口のですね、25% です。これが死んだであろうと。はい。恐るべき。これおそらく、日本史上最悪でしょうね、この天平の疫病っていうのは。うん。で、なんとかね、光明皇后は生き残ったんですけれども、問題は世継ぎですね、お世継ぎ。うん。で、さっきのね、元妃が亡くした後で、女の子しかいないんですよ。うん。で、聖武天皇はですね、もうその自分の血統を継がせるには、この娘しかいないってことで、この娘さんをですね、皇太子にするんですね。これが光顕天皇、光顕女帝ですね。こうなるんですね。はい。で、このですね、当時の人たちはどう思ったかというと、これは、
長屋王のたたりだって言うんですよ。長屋王のたたりだ。うん。だからその長屋王をですね、長屋王の霊魂をですね、沈めなきゃいけないって言うんで、で、聖武寺の何やったかって言うと、もう亡くなってる、自害しちゃった長屋王に対して、聖一位大乗大臣って言うんですね。だから、内閣総理大臣の地位を与えるんですよ。うん。それで、どうかこれで許してくださいって感じで。はい。で、さらにですね、光明皇后の訴えを聞いてですね、全国に寺を作ると。これが国分寺、国分二寺ってやつ。うん。さらに、その、全国の国分寺のですね、総本山ってことで、奈良の東大寺。うん。あそこにですね、巨大な大仏を作ることを始めるんですよ。そう。奈良の大仏はこの時に作るんですよ。ね。今日のこの話はですね、ネタはですね、こちらです。はい。この、食日本紀ですね。これ、日本書紀の続きと書いてあります。はい。まあ、大体奈良時代の歴史は、これ、ですね。はい。で、これをパラパラめくるとですね、737年の記録。この年の春、傘のある疫病が大流行し、はじめ、つくし、北九州ね、から伝染してきて、夏を経て秋にまで及び、公卿、貴族、以下、天下の人民の相次いで死亡する者が数え切れないほどであった。このようなことは近来この方、未だかつてなかったことである。で、この疫病に際して天武天皇がですね、やったことを、その寺を、国分寺、東大寺を作るっていう他にですね、配給してますね。配給100歳以上の者にはもみ3石、90歳以上の者にはもみ2石、80歳以上にはもみ1石を与える。未亡人とか独居老人とか重病人で自活できない者に対しては、その地の役所が程度を測って物を恵み与えようとかですね。配給ですね。あとはですね、太宰府がですね、関内の諸国で僧、傘ですね、のできる疫病が大流行し、人民はことごとく病が病に伏せっております。今年度の蜜着の効能を停止していただきたいと。これは蜜着、蝶ですね、布を納めるっていう税金ですね、これを停止していただきたいという訴えがあったんで、これを許したということで、減税もやってますね。減税も。はい。もう手遅れの感もありますが、安倍首相がですね、国民の信頼を取り持つのであればですね、直ちに大陸との往来を止めるっていうことと、プラスですね、減税、いいんじゃないですか。うん。これは、今回のことでもう経済活動止まっちゃいますから、これものすごい不景気になりますよ。昨年のですね、消費増税によってですね、消費増税の強行によってですね、10、11、12月の GDP がマイナス 6% という結果出てますね。で、今回のこの大流行でもう経済活動止まりますので、もうこの2020年の上半期はもうマイナス 10% 以下になるでしょうね。だから、まあ、一つのね、政権の責任の負い方としては、消費税を下げる、減税するっていうのがいいんじゃないですか。これは聖武天皇に習ってですね、消費税を下げる、また 5% に戻す、あるいは消費税を期間限定でチャラにするとか、なしにするとか、それぐらいやってもいいんじゃないですか、安倍さん。ね。さて、同じ頃に、天然痘が流行ってる国がないか探したんですがね、唯一あったのが、これですね、アッバース朝、イスラム帝国ですよ。
で、皇帝にあたるカリフですね、このアッバース王朝の初代カリフのこのアッバース朝と日本とのなんか接点がないかといろいろ考えてみたらですね、ありました。その前年ですね、はい、長安で赤字争いっていうのがありまして、でこれはですね、何が起こったかというと、また新羅なんですよね。で新羅が唐のね、当時の元宗皇帝に取り入ってですね、そのお正月のお祝いの席でね、我が新羅国をその皇帝に一番近い席に座らせろとごねてですね、で唐の側はよしよしってことでその1位にしちゃったんですよ。うん、だから元宗皇帝が真ん中にいらっしゃって、ね、で、こっち側、ね、まあ、皇帝から見て左側の1位が、新羅で、2番目がこのアッバースだったんですよ。で、逆に、こっち、皇帝から見て右側の1位が、吐蕃、チベット。で、2番目が日本だったんですよ。そう。で、その、お正月の宴席に、招かれた日本の遣唐使がそれを見てですね、我が日本を2位にして新羅を1位にするというのはこれは道理に反すると。なぜならば新羅は日本に朝貢している国なんだから、これ話が違うでしょうって言って、でその党の担当者にねじ込んで日本の遣唐使がですね、そしたら党の側がですね、あ間違ってましたって言って入れ替えたんですよ。うん、だからこっち側が1位が日本で2位がアッバース朝になって、でこっち側が1位が吐蕃で2位が新羅になったんですよ。あ、でこの話はね、僕のこの本載ってます。これのね、超日本史のね128ページにこの随理で載ってますので、お持ちの方は見てください。はい。日本の遣唐使と、このアッバース朝の遣唐使が、隣の席にいたってことですよ。そうでしょ？で、ご飯食べたんでしょ？ね、そういうことですよね。そこで映った可能性ありますよね。で、これはいつかっていうと、753年ですから、もうこの後ですね。この後ですから、日本人は、これで生き残った人ですから、免疫があったわけですよね。うん。でも、アラブ人はそうじゃなかった可能性があります。これはあくまでも状況証拠ですけどね。はい。で、まあ、運悪く、カリフ様はかかっちゃったということになります。はい。で、これとね、同じようなことがですね、この約100年後にまた起こるんですよ。で、時代が、ちょうど奈良の終わりから平和に変わるところで、で、当時は桓武天皇ですね、桓武天皇延暦年間